はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員元、靴沢良治でございます。どこぞの田舎者様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。日本改革党はただいま着々と、地方議員を誕生させるべく頑張っております。メール党員様、限定イベント開始時間が14時ちょうどから14時40分に変更になっております。メール党員の皆様はご確認ください。5時からのイベントは時間変更ありません。地方議員目指していただく地区支部長大募集であります。いずれも動画説明欄もっと見るをクリックしてください。あまりさんによる安倍総理追悼演説についてですね、馬淵澄夫立憲国対委員長、国債の是非も含めて政府の説明責任が果たされていない状況で行うのは筋として通らないとか言ったそうであります。西村智奈美幹事長、慣例からも極めて逸脱すると言ったそうであります。まあ早い話が追悼演説反対だ、国葬反対だって言ってるんですね。自民党、甘利さんは遺族の意向、甘利さんが国会で追悼演説をするっていう、甘利さんにお願いしたいっていうのは遺族、つまり昭恵さんの意向みたいであります。ネットの反応です。何でも反対して安倍が支持者にアピらないとな、遺族の意向っつってんだろ、バカさよ様、バカさよが発狂して寿命が縮まりますように、死者に黙って手を合わせることもできない連中だ。数億の国葬のために一日数億かかる国会開くなよ。まあ、国会審議つったってね、あいつらのやることは何だのかんだの難癖、嫌がらせ、言いがかりつけて伸ばそう、事態を停滞させようっていうことしかやんねえから全くの無駄なんですよね。泉なんかにやらしたら捏造演説するだろう。立憲の許可などいらん。反対する野党を外国はゴミクズと見るだろう。国葬に反対しているのに追悼演説はさせろってバカなのか。これ野党が追悼演説するのが慣例だとか言ってるらしいんですけど、国葬に反対して追悼演説はさせろってまあまあおかしいですよね。馬淵国対、国葬に対する、国葬にするっていう説明責任を果たしてから、これね、説明しても納得いかないとか、質問に答えてないとか、どんな説明しても、こいつらバカで理解しなくて、何十年でも引き延ばすから、無駄なんですよね。盛りかけ桜の時がそうでした。何回証拠突きつけても、何回説明しても、納得できないとか、それはね、お前らの頭が悪くて理解できないだけなんだ。いう指摘をですね、誰もしてやらないのかな。国会の追悼は国葬の一部じゃないんだぜ。国葬の是非が問題だって言うけど、国会で追悼演説は国葬と関係ないでしょうね。まあ意図的にごっちゃにして反対してんだが、本気でバカなのかは不明なんですけどね、馬淵。意図的に言ってるとすればですね、どんなにバカと思われても安倍側支持者にアピールしなければっていうですね、強い意志を感じますね。馬淵は戦国38事件、尖閣諸島に中国の武装漁船が海保の船に突っ込んでって船長が逮捕された、民主党政権時代の事件の時に国交大臣だったんですよ。で海保って国交省の管轄じゃないですか。自分の部下の海保職員を守ったりかばったりする素振りすらゼロだった人間のクズであります、馬淵。昔からカバオみたいな顔してるな、私は思っておりました。顔がカバオで頭がバカと、こんな感じになってますね。西村智奈美、慣例からも極めて逸脱する。どの慣例に
どう逸脱してるかの説明がないのは左翼仕草ですね。立憲支持者もこれで納得するバカばかり。まあもはや信者と言ってもいいんだけどね。まあバカ騙すの簡単ですね。なんで左翼がここまでなりふり構わず安倍総理の国葬に反対するのかっていう理由なんですけど、各国から弔辞が大々的に披露されるじゃないですか。あ、こういう国からこういう弔辞が届きました、発表されるじゃないですか。次々、あれも進めてくれた、これもやってくれた、安倍外交の真の姿が日本人にバレるからですね。安倍総理の功績や実績が日本人にバレるから、今まで必死にテレビで放送しないようにして隠蔽してたのに、難癖嫌がらせで執拗に安倍叩き、見当外れのトンチンカンな安倍叩きをしていたことがバレるからですね。これテレビ新聞と立憲とか共産、日本一の嘘つき、捏造の慰安婦問題で騙した人間の数世界一の記録保持者、朝日新聞なんかもですね、死後も川柳大会やって安倍叩き継続してましたもんね。でこれがバレると困るから、安倍さんって結構まともにちゃんとやってたな、実績あるな、特に外交ではっていうのがバレるから、そうすると自分の立場が苦しくなるから国葬反対言ってるのね。死んだらみんな仏様っていう日本人じゃないよね、朝日と安倍がはね。泉健太立憲代表、都市部での支持が減っている。テレビ番組かなんかで言ったみたいであります。記事を要約しますと、比例は677万票しか取れなかった、目標の半分だった、8議席から7議席に減っちゃった。まあ、比例の当選者ね、支持が手厚いはずの首都圏で大幅な下落であった、50歳以下の支持が弱くなっているっていうことを言っちゃったみたいであります。ネットの話、立憲が国民から離れてるんだが、国民が望むのは経済政策だぞ、反対ばっかして、田舎じゃ自民が強いのに、もともと都市部で強いっていうのも幻だったのでは。もう各社の世論調査では維新が野党第一党だから、677万票振り向けば公明党618万票と、これでもね、公明党も順調に減らしてまして、前回の、参院選だか衆院選だかが670万票ぐらいだったんじゃなかったっけな。随分弱ったもんで、頂上頂上、まあね、国葬と追悼演説、国会での、意図的に間違ってるようなトンチンカンなバカどもですから、まあ弱るのは自明の理であります。1300万票が目標だったんか、半分しか取れないっていうことはさ、どういう計算したらそんなに取れると思ったんだか、さっぱりわかんないですけどね。50歳以下の支持が弱まっている。これ間違いですね。今まで支持してた40代が50代になったんでしょ。40代が50代、50歳以下の支持は、騙せてた50歳以下は50歳以上になって50代になってしまった。で、新たな50歳以下は立憲なんか嫌と、支持者が年取ってスライドしただけだよねこれね。ど田舎には老祖がないから立憲が弱いのは当然であります。工場もないようなとこ、一つの工場でさ2000人ぐらい働いてる人いるとですね、まあ市議会議員一人ぐらい生み出す力はあるんですよね、その工場でね。そんな工場もない田舎では、まあ立憲が弱いのは当然なんですけど、都心の都心は工場なんかねえから、やっぱり支持弱いと思いますよ立憲はね。7月26日昨日すか、秋葉原無差別殺傷事件、2008年、もう14年も経ってんだ。加藤智大の死刑執行
地大って読むのかな、地大って、智弘だよね、小林日弁連会長死刑執行に抗議する声明発表しておりました。いつものやつであります。遺族が厳罰を望む気持ちは十分に理解できる、だが死刑には反対だそうです。だそうです。ネットなんです。何が言いたいか全くわからん。話の前後で矛盾している。被害者の人権は無視か。こいつら家族が被害に遭わないと口閉じないよ。奥さん殺されて死刑反対派から死刑推進派へ鞍替えした弁護士いただろう。犯行が明白な被告は早めの執行で良くないか。中国ではですね、午前中に判決下って午後に執行だそうです。死刑はい、よその国だったらその場で蜂に刺されてとっくに死んでる。死刑に賛成の弁護士もいるのに、なんなのこいつ。強制加入団体が勝手に政治主張するっていいの。その通りなんですよね。日弁連に加入しないと弁護士業務ができない、これが大間違いの根本根幹であります。なんでっていう謎の法律。弁護士対象の賛否調査ではですね、死刑反対と賛成が拮抗してましたよ。五分五分でしたよ。日弁連が言うとまるで弁護士はみんなそう考えてるって思いがちですが、それは違います。全然違います。法律家はですね、今存在する法でやりくりするっていうのが筋でしょう。それをね、死刑反対とか言って法律変えようとするのはですね、越権行為ですよね。三権分立の立法権を司法が犯してるってことになりましたね。選挙で選ばれてもいない弁護士に制度っていうか法律変えられては三権分立の根幹揺らぎますよ。そういうことも分かって発言してんですかね、この日弁連の会長は。日弁連が発行する小冊子見たことありますけど、九条四種とか反原発とか秘密保護法反対とか主張が共産党と全く変わらない土左翼の外観誘致主義者どもでした。日弁連上層部は、弁護士がみんなそうとは言いません。靴沢は死刑廃止に大反対であります。死刑廃止で予想されることには次のようなことがありますね。何人やっても同じ無期刑だっちゅうんだったら大量殺人への心理的ハードルが下がりますよね。現に米国でしばしば発生する乱射事件で一度に何人も何十人も被害に遭う事例もありますし、逃走のためにですね、証拠隠滅のためにですね、警官をためらいなく害するようになりますね。日本だと警官害するととってもとっても量刑が重くなりますけれども、何人でも同じなら無期刑なら、何人やっても同じなら逃げるために無茶するようになりますよね。警官何人やってもいいやみたいなね。その結果警官だって殺されちゃかなわねえから、危険度が増すから重武装になりますよね。この暑いのに防弾チョッキとか着て勤務ってことになる。さらにですね、抵抗されて殺されるかもしれない。警官もそう考えて容赦がなくなりますね。犯人逮捕の時の容赦ない。米国でですね、強く取り押さえられて亡くなったのがですね、ジョージ・フロイドっていう黒人で、 BLM で大暴れした連中の発端になったんじゃなかったっけ。ジョージ・フロイドの弟さんはもうこんなのやめてくれ、みんな暴れるのやめてくれ言ってましたけども、死刑廃止したら交番ごとにね、何丁かのショットガンを配備するようにもなっかもしんない。危険手当マシマシと重武装により警察予算は増大せざるを得ないと。さらにですね、親が心配してそんな危険な警官なんてやめなさい、言ってですね、なり手が減ります。でレベルが落ちます。疑問なんですけど、なんで土左翼は一様に死刑に反対するのか。
磯子、東京新聞の磯子も、反対してましたけどもね、来るべき暴力革命で何人やっても死刑にならないようにっていうのが答えですね。これ共産党の目指す暴力革命、必ず血と暴力不可避であるから、富の集約のためにね、ある日突然貯金も全部よこせ、家もよこせ、奥さんも子供もよこせつって、はいっつって渡す人どれほどいいんだって話なんですけどね。つまりテロリストに居心地のいい国家目指してんですよ、死刑廃止派、反対派は。最近の死刑反対派が何言ってるかというと、世界144カ国が死刑を廃止してるとか言ってるらしいんですけどね。そんなに死刑廃止してんのか。キリスト教の影響が強い国はですね、人を裁くのは神のみ、人が人を裁いてはならないっていう理屈で死刑廃止のとこ多いんですよ。それがいいか悪いかはですね、日本より治安がいい国ないっていうのが答えですね。死刑廃止で治安悪化、これは不可避の状況ですね。へりくつこね回す連中にはですね、死刑になるようなことをしなきゃいいんじゃんって反論しましょう。福島みずほがですね、かつてテロなど準備罪に反対してですね、共謀したら逮捕されちゃうって投稿してですね、共謀しないやいいじゃんってツッコミ多数ありました。死刑反対いうやつには死刑になるようなことしなきゃいいんじゃねえな。反対派にはですね、死刑になるようなことを企んでんのかお前は、共産党はみたいな、まあ言ってあげましょう。家族殺された人の前でそれ言えんの、死刑判定って言えんのとかですね、自分の家族殺されてもそれ言えんの、いじめてあげましょう。こういう正論で、こういうのモラハラっていうらしいんですけど、違うわ、間違った、ロジハラっていうらしいんですけどね。ロジックでハラスメント、つまり正論攻撃ということは、正論言われてへこむ方がダメなんじゃって思うんですけどね。日弁では毎回毎回こういう声明出して、ね、しつこい、何にも変わんねえのに、誰に対してのアピールなんだ、いい人ぶりたい欲求が凄まじいのかって、思っちゃうんですけどね。高知県の南国市、高知市、江南市、須崎市、すくげ宿も、読み方わかんねえこれ市、土佐、清水市など11市の問い合わせ用メールに犯行予告ありました。安倍総理の国葬の中止を強く求める、中止にならなければ小中学校から硫酸などを結んで盗んでぶちまける、子供をスタンガンで気絶させて誘拐する、高知県警捜査開始と、ネットの反応です。安倍側がどういう連中かよくわかる、自民党じゃなくて市町村にバカなの。これですね、豊島区議会で共産党議員が消費税減税を強く訴えたのを思い出します。バカ野郎、財務省に言えよみたいなね。暴力で解決、テロリストの思考、最近左翼の発狂ぶりがすごいけど、これ立憲が票減らしたのとか、共産が議席減らしたのと関係あるんですかね。バレないと思ってんのかこいつ。国葬反対派、正体出しすぎ、反対派が異常者だって自分で宣伝してるな。安倍側にはこういう攻撃性の高い気違いが多い、何の正当性もないヘイトを撒き散らしてたしと。まあ頭おかしいの多いですね。罪もない子供いきなり誘拐とか、何言ってんのこいつって。親の気持ちも考えろって話ですね。学校から硫酸など盗んでぶちまけるってどこにぶちまけんだよ。自分が無事な反撃されない子供を狙うっていう知恵はあるんだな、この人間のクズは。これ弱者狙いじゃなくてですね、
国葬を中止しなければ山口組本部を襲撃するとか桜田門の警視庁を襲撃するぐらい言ってみろっつうのバカ安倍川がやな弱いものになって何が子供を誘拐するのって話ね、偏差値40からの大学受験、こいつにはその資格なさそうですね。主語がはっきりしねえし何やりたいんだかも書いてねえしぶちまけるってどこによ書いてねえしね早く捕まっといいっすねこういう弱者狙いの人間のクズはね、選挙後の日本第一党桜井誠が今日安倍側になったそうであります。伝聞ですけど安倍は3万人殺したとか今頃地獄で皮を剥がされてるとか言ってんだって。うわー、コロナの死亡者全員を安倍さんが殺したことにしてるらしいんですけど外国の死亡者数の桁が違うけどそれはどう説明してんのかね。したらねあのバイデンは100万人殺したとかならない、そういう理屈にならない。まあ共産党と一緒でですね信者は理屈なんかどうでもよくてただただお言葉をありがたく聞いてんのかもしれないですけど参院選負けすぎて頭おかしくなっちゃったんですかね桜井誠。まあ危険ですんで日本第一党には近寄らない関わらないようにしてください。あの子供を誘拐するってやっちゃった安倍側と同類になってます。もっとひどいことになってます。ちょっとあの精神的におかしくなってんのかもともと知能はそんな高くなかったのか両方なんだか知りませんけれどもおっかないっすね。なんかおっかねおっかね、というわけでですね地方議員目指していただく支部長さん大募集であります。メール党員さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。